オライオンは、ウィリアム・ベイトリー設計のカナダ級74門三島戦列艦。1787年6月1日に、デッドフォードで浸水した。オライオンは、優秀な歴代艦長に指揮され、フランス革命戦争からナポレオン戦争にかけての主要な海戦すべてに参加した。1794年、 ジョン・トーマス・ダック・ワース艦長の指揮下、栄光の6月1日の海戦に参加した。1795年をはじめ、ジェームズ・ソマレズが艦長として着任した。ソマレズの指揮下、オライオンは6月22日にロリアン沖で行われたクロア島の海戦に参加し、フランス艦隊を破った。1797年をはじめには、地中海艦隊に加わり、2月14日の サン三センテ岬の海戦で活躍した。その3月から翌1798年4月まで、カディス軍港の封鎖任務に従事した後、ホレイショネルソン少将指揮下の小戦隊の一員として、地中海へ派遣された。その8月、ネルソンは、長い捜索の後、フランス艦隊を捕捉し、ナイルの海戦でこれを壊滅させたが、その戦いで、ソマレズ艦長は負傷した。 7年後の1805年10月、エドワード・コドリントン艦長の指揮下にあったオライオンは、トランファルガーの海戦に参加し、両艦エージャックスと共に、フランスの74門艦アントレピードを降伏させた。オライオンは1814年に解体された。ありがとうございます。